毎シーズン愛され続ける布団と洋服の老舗の最強コラボを紹介していきたいなと思います。これね、随所にね、うわ洋服屋やなっていうところもあるんですよ。西川布団さん、フレッシュアップ加工というのがされてます。はい、本日ですね、毎シーズン愛され続ける布団と洋服の老舗の最強コラボを紹介していきたいなと思います。ということで、こちらがですね、あの西川ダウンと、ナノユニバースでしたっけ。そうですね、ナノユニバースがコラボしたダウンジャケットになってます。っていうのもずっと出てるじゃないですか。で、ずっと紹介してください紹介してくださいって言っていただいてて、紹介しようと思ってたんですけども、なんで紹介しておかなかったかって一言です。興味がなかったっていうところが一つになってます。じゃあ今お前興味出たんかっていうと、はっきり言います、あんま興味ありません。やけども、紹介してくるのが僕 YouTuber でございますので、よろしくお願いしたいなと思います。ではですね、こちらまずですけども、ブラックでね購入してみました。サイズは L なんで、今から着用していきたいなと思います。これね、随所にね、うわ洋服屋やなっていうところもあるんですよ。で、洋服屋が作ったダウンやなと思うところもあるし、あ、ダウン屋さんが作ったダウンジャケットやなって思うところも、いいところもねあるので、そんなところをお話していきたいなとは思いますけども、最終的には興味がなかったところに行き着きますけど、よろしくお願いします。ではですね、まず僕サイズは L サイズで着用しております。皆様サイズいかがでしょうか。身長178センチの体重70キロ、筋肉質、最近筋トレ頑張ってるという格好でございます。そうなんですけどもね、生地感的にはまず見てみましょう。あんまりテカテカしたのが好きじゃないっていう方はいいかもしれないですね。マットな質感、ちょっと大人っぽいで上品な質感かなと思いますし、このダウンジャケット自体もちょっと細めに作られてるんですよ。だからダウンっていうとなんか着膨れするの嫌やなと思われてる方からしたら、めっちゃいいやん、しかもなんと後でも値段言いますけど値段が安いということで、じゃあ買おうかなと思っている方もいらっしゃると思いますので、タクゾーン動画ちょっとこれから参考にしたいなということでね、見ていただこうと思います。こちらがですね、まず暖かいのかっていう話をしていきたいなと思いますけども、以前ね、違うセレクトショップも布団屋さんとコラボしてるんですよ。なんか似たような話聞いたなと思ったりしたらね、そういやこのナンガとアーバンリサーチでしたっけ、なんか多分これもコラボしとったんですよね。でそういやナンガも布団屋さんやし、アーバンリサーチもセレクトショップで、今回は西川布団は布団屋さんやし、ナノユニバースはセレクトショップ、似たような感じなんですけども、ちょっとやっぱ違いも若干あったりします。っていうのもね、要所要所の洋服の作りからしたら、ちょっとナノユニバースの方がしっかり作ってるなっていう印象があります。で、まあ、誰が言ってんのって話だけども、普通ってね、こういうテープとかつけたりとか資材が多くなればなるほどお金が高くなるのは分かるじゃないですか。誰か考えても分かるんですけども、こっちのコラボの方は最低限の資材しかないんですよ。だからまあ言うたってコラボやから利益率もね、ずっと取らなあかんっていうのもあるので、結構原価下げてんやろなっていうような印象やったんですけども、これに関しては資材とかは結構きっちり使われてるなと思ったりするんですけども、例えばこのリブとかもそうですよね。普通リブとかってもうちょっと安いバインダーかなと思ったりしたら、この内にリブが入ってるようなタイプになってるので外から見えないんですよね。だから例えばここで時計とかしてても、引っかかったりしづらいっていうことでもありますし、まあ、このあたりはね、洋服屋さんじゃないとこんなん考えへんじゃないですか。だから非常にいい設計なんじゃないかなというふうに思っております。まあ、ボタンもね、普通ってね、こうやってボタン閉めるじゃないですか。でボタン閉めたらここのやつって銀色のやつじゃないですか。でもこういうのってめっちゃ数千種類って数あるんですよ。でその中から選ぶのっていうのもやっぱり洋服屋さんっぽいじゃないですか。普通別にこれってシルバーでよくねってなってくるけども、ここまでこだわりたいっていうところが、ナノユニバースさんの力を感じるなと思う今日この頃でございます。でダウンに関してはですね、これ1566年、今から500年以上前から出てる西川布団っていうのの布団屋さんのやつが使われてるんですよ。だから西川布団って言ったらね、そらすごいですよ。あのね、羽毛布団とね、このダウンジャケットって中の綿一緒なんですよね。ただこの西川布団のものすごい安もあるんやけども、それではない。だからだいぶランクは下がってるっていう感じです。なんでかっていうと、これフレンチダックっていう中綿が中に入ってるんですね。でフレンチダックって何なんていうと、フランスってことは分かんないけども、ダックとグースっていうのは以前動画で紹介したんですけど、グースを買ってくださいと。なんでかって言ったらグースの方が高級やし暖かいからっていうことになってて、ダックに関してはちっちゃいから暖かさがちょっと半減してしまうっていうところがありますと。まあ逆に言うと、今回のダウンジャケットみたいに細身で着れるっていうところはダックの良さであるんですけども、基本高級になればなるほど必ずグースが使われるんですよ。ってことはダック使ってるってことは、まあ、そんなに、品質的には西川布団はすごいんやけども、そんなにいいものを使ったわけじゃないっていうところが、今回わかるんですね。西川布団の中でポーランドのグースとか全然あるんですよ。15万円以上するとか20万円ぐらいする羽毛布団ってあるので、それをこれが使ってたらとんでもないことになってますけども、まあそうなると値段がね、次に紹介しますけど、なんとこれがですね、お値段見てください、4万6970円ということで、なんとまあ安い、5万円以内で買えるということで、今ダウンジャケット5万円以内で買えるようなとかありません。言うたらユニクロぐらい、唯一買えるって言ったらユニクロぐらいやけども、ユニクロもヒーヒーながら毎年ちょっとずつ値段上がってますけどもね、まあそれぐらいになってるのでなかなか買えないなと思うんですけども、じゃあズバリ暖かいんかっていうと、これはですね、実は西川布団さんフレッシュアップ加工というのがされてます。だからフレンチダックっていう、そんなにまあ言ったらランク的には結構下がるようなダウンを使ってるけども、その中でもふっ
くらさせると。でフレッシュアップ加工っていうのがちゃんと動画で説明されてるので、それね動画説明欄に下に載せておきますので、気になる方はそこから見てみてください。あ、こういう風になってるんだ。まあ、あのフィルパーの説明しないから話ややこしになってくるんだけど、それちょっと一旦置いておいてください。まあ、しっかりふっくらと洗浄したらあんなにふっくらするんだよっていうのが分かります。でそれ一旦置いておくんやけども、そういう加工がされてるからどうなんかなとかって思ったりするんですけど、まあ、個人的にはあったかくはないっていうのが本音の意見になってます。で、おいおいお前西川さんとナノユニバース席回すのと、まあ、知らんぞと、生きてかれんぞと思われるかもしれんけども、正直なことは言わなしゃあないからね、これで温かいと僕は思わないんですけども、まあ他の人がどうかっていうのは分からないですけども、僕個人的には温かさあんま感じないというような感じになっております。なんで感じないのっていうと、とにかく量が少ないんですよ。入ってる綿の量が少ないし、まあ元々入ってる綿もそんなにそのすごい大きい綿が入ってるわけじゃないので、ダウンがね入ってるわけじゃないので、まあ温かさがちょっと感じづらいかなと。でも逆に言うと、なんか都会で暑いと、いう方なんかにはねいいかなと思うんですが、デメリットここで出てきました。何なのかと申しますとですね、このダウンジャケットね、年々暖かさが半減してきます。そんなことなってんのダウンジャケットってなると思うんですけども、まあご安心ください。ちゃんと最後まで聞いてくれたら分かるんですけども、普通かでダウンってあるじゃないですか。でダウンってね、普通に空気とかガスとか吸っていくと、ちょっとずつこう湿気とかしぼんでいくんですよね。しぼんでいくのはしゃあないんですけど、またクリーニング出して復活させるってなるんですけども、最初もさっきも言ったみたいに、西川のフレッシュアップ加工というふっくらさせる加工がしてるので、もともと量は少ないんやけど、無理やりさせて暖かくしてるので、ペタンコなってって普通のクリーニングでそこまで綿戻るのって言われるとどうなんかなって、まあそこは戻せる人もいてるかもしれんけども、どうなんかなって個人的に思うので、暖かさがなんかちょっとずつこう減っていくような気がするというかね、そもそも綿も量も多くないっていうことなんで、まあ例えばどういう人がおすすめなんかというと、今までダウン買ったことないけども、ダウン買ったことない人はおらんかもしれんけど、まあ、ダウンをちょっとこれ買おうと思ってたと、しかも予算が5万円以内っていう方なんかには一つの候補としていいかなと思うんですけども、まあ、例えば普段、今持ってるダウンジャケットが5万円以上のダウンジャケット持ってたら全く買う必要は僕はないと思います。特に10万とかのダウン持ってるんやったらもう全然その代用品になりづらいので、そうやったら違うものを候補として選ぶべきなんですけど、5万円以内でなんかちょっとダウンジャケット、ちょっと細身で、マットな質感でちょっと洋服っぽい感じの雰囲気があるやつなんかありませんかって言ったら、あ、これ西川ちゃんちょうどいいんちゃうのっていう話になってきますので、非常にいいんじゃないかなと思います。だからこれはね、どっちが悪いかっていう話じゃなくてね、西川ってすごい羽毛の、まあ、ポーランドのグースで440ダウンパワー、フィルパーとダウンパワーでまずちょっと違うんだけども、布団はダウンパワーって言うんですね、洋服はフィルパワーって言うんですね。だからそれ換算の仕方も一応計算方式あるんやけど、正式な計算方式じゃないんですよ。440ダウンパワーは800フィルパワーとかって言われたりするんですけど、それ正式にはそうじゃないので、ちゃんと検査機関出さないわからないんですけど、そのダウンパワーっていうのがあるんですよね。ダウンパワーおじさんっていうのが言ってるんだけども、ダウンパワーおじさんっていうのは1グラムあたりやったかな、1グラムのダウンの傘高を示してるんやけども、こっちのフィルパワーの方は、28グラムかな、なんかそれの傘高なんですよ。だからそもそも1グラムやったら同じように見えるけども、やっぱりチリツモで28グラムもやるとだいぶ違うよねってなってくるので、フィルパワーはまあ洋服で使われる、ダウンパワーは羽毛布団で使われるっていう、まあ、表記の仕方が若干違うんですけども、その西川はすごいやついっぱいあるんですよ。だからそれを使うと絶対この値段では作れないので、絶対10万はするので、って考えたら、まあ、価格を抑えて、でしかもナノユニバースにもちゃんと利益残さなあかんって考えると、もうここが落としどころなんですよね。なので具体的な金額は言いませんけども、まあこれしかない、もうこれ以上上げるともうきついっていう状態なんで、まあ、仕方ないんじゃないかなと。だからダブルネームじゃなくて一社だけで作ってたらもうちょっと質上げれたと思うんですけど、ダブルにしちゃうとどっちも利益取る必要があるので、まあ、ここは仕方ないんじゃないかなということで、特にナノユニバースさんがお好きな方とかなんかにはね、非常にいいジャケットじゃないかなと思います。で僕の視聴者さんは特にダウンがお好きな方とか洋服結構持ってはる方が多いと思うので、まあ、そういう方はちょっと今回はスルーしても問題ないんじゃないかなと。どうしても買いたいという方はいいと思うんですけど、まあ、問題ないかなと思います。特に今言ったみたいなこういうアーバンリサーチとナンガのコラボやけど、これナンガのコラボしないやつやったら、コラボしないやつの方が質がいいんですよ。だって1社しかやってないから利益2社分取る必要ないのでね、実際問題ダウンの量も少ないんですよ、こっちの方が。でまあ値段も安いんやけど、その分いろいろとランクが落とされてるとかっていうややこしいことがあるんですよね。なので見え方はね、非常に綺麗な感じ。それこそなんかこうやってパッと見たらね、タトラスってこれ15万するダウンジャケットなんやけど、なんか大人な雰囲気しません？どっちがタトラスなんかなってわからん、まあそれは言い過ぎかもしれんけども、まあそんないい感じの質感あると思うので、ちょっと大人の方が着る、コスパいいダウンジャケットっていうところの立ち位置なんかなと思います。はい、ということでね、まあ今日喋ってみたんですけど、そうなってくるとね、西川ダウンが作るダウンジャケットっていうのを見てみたいなと思うんですよ。もう単体どこともコラボせんと、西川ダウンが本気で作るダウンジャケットとかやったら、多分ね結構コスパ良くて10万
とか15万とかでも相当モンクレールとかでもっといいやつ作れると思うので、ちょっと素直に作ってほしいなと思いますので、西川さんよろしくお願いします。ということで、本日はですね、西川ダウンと、ナノユニバースのコラボダウンジャケットを紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。